天空カジノ、空に浮かんだ巨大な賭博場、アホのような建築物じゃな。何？テロリストの標的がこの天空カジノと思い来たが逆か？はい、実はこの天空カジノ自体がテロリストです。次回文豪ストレイドッグス第49話、文豪ハウンドドッグス。正義の味方が傷を負いながら世界を救いに行く、そそる絵になってきたと思わんか？